どうもトレインです。本日もマリオカル実況やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc ののこのこみさきと、はい、ちょっとね日付だいぶ空いちゃったんですけども、本日もね元気よくやっていきます。よろしくお願いします。さあどうしようかな。後ろスタートののこのこみさきは割と俺の中ではもうボーナスステージと言ってもいいほど暑いので、さあまずはキノコ引いたので、まあ、初動やられずにね前出ていきたいところなんだけど、多分周りにね危ないって持ってる人まあいなそうだから、これは初動で前いけるんじゃないかな。あ、ただちょっと1位が赤コーラ持ってるから俺の後ろに誰かついてほしいところではあるんだけど、大丈夫かな。このアイテム取りが取り逃しが致命傷にならないといいけど、とりあえずしっかりとコイン取っちゃって、まあまあ割と9枚もあるから次シングル確実に取れれば大丈夫だと思うんだけど、赤コーラは2位3位が持ってるから、おそらくお互いがお互い様子見し合ってくれてるおかげでギリ飛んでないって感じかな。よかったマジで助かったわ。片方が赤コーラじゃなかったら飛んできててもおかしくないからね。さあコインも10枚集まってね、独走の対戦入れたんで、あ、ちょっと待って、下手くそ、それは下手くそだけど、ちょいっとごまかしながら走っていきつつ、よいしょ、どうしようかな。コイン全然交換してもいいんだけど、まあ念のためね、赤コーラケアも、赤コーラケアじゃないな、テレサケアも兼ねてちょっとだけ保持しておきますか。ここで2位の人がアイテム交換してきたら、まあ、しばらく防御なくなって危なくはなりそうではあるんだけど、まあ2、3も結構離れてるから交換しにくいとは思うんだよね。まあ一応ここら辺で赤コーラ飛んできてもおかしくなさそうなので、一旦防御も手にしておきますか。さあジャンプ出して、どうだろうな、だいぶ後ろ離れてるからサンダーも振りそうだけど、かといってサンダー振って俺に勝てそうな人いなそうだから、パッと見今のところはね、今のところはいなそうだから割と逃げ切りはしやすいんじゃないかな。てかなんかあれなんだよな、今日も撮影しようとした時にやけにマッチングしなかったんだよなマジでずーっとしなくて結構困ってたんだけど常にね部屋の中にレート戦が 2,3 人ぐらいいて割と困ってたんだけど、まあまあまあ、しかあー、これテレサキア生きてるんじゃないの、最後の表コインがね、これで防御拡充させて、よーし、チェーンオッケー一瞬撮影できてないかと思ったけどしっかりできてたわよーしはい、ということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目はヨッシーサーキット、まあ、さすがにここは打開狙っていきますか。よいしょ。さあまあ1周目は結構みんな止まってんな、割とこの部屋は打開狙う人多そうだね。さあまずは木の4引いたけどそんなにいらないし、まあ前も緑さん持ってたけど、まあ俺自身お金ないからそんなに関係ないですと。さあしっかりとコイン取りつつ走っていきます。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりとね10枚まで集めていくことが大事ですと。でこれちょっとねスターに引かれたくないので壁際でねしっかりかわしていきます。さあだいぶ1位離れてるからこれワンチャン結構いいアイテムが出てくれないか。金キノがねいらないんでね、これはスター速攻で使って金キノをねぶん回して、まあ次のアイテムに期待かな。これはあー、まあ6位割で1位も相当離れてるから悪くないアイテムが出てくれるかなと思ったけど、そんなに強いアイテム出てくれず、まあこれちょっとキノコぐらいは欲張りますか。でアウト回ってキラーもちょっと売り切れてそうだな。これ後ろの人がアイテム割れてるかどうかで決まってくるんだけど、これはもう次のサンダー回避も考えたら割とスター分回しがまあ無難になってきそうかな。これはそうね、一応ここでは入れないでおきますか。次のアイテム交換だったらワンチャンね、今さっき逃してった、いやキラー取れなさそうだな。アイテム割れてる人がいるから後ろで、あの人にキラー取られてもおかしくないんだけど、まあここら辺ぐらいなら入れてもそこそこ強いアイテムが返ってきてくれると思うので、しっかりとね回していきます。というか回さないと勝てなさそうだし、さあ前が皆さんやばいけど散らしてくれたおかげでなんとか耐えれそう。まああとは被弾さえなければって感じかな。まあ木野さんも裏に仕込めてるから、まあ防御ぐらいは引きたいな。防御あればサンダー振らなければ勝てるっていう道筋ぐらいまではできてる。さあしっかりと、ああちょっとミスってるからここはリカバリーで入れておいて、あキノコ使わない感じね。それだったら一旦ダブルだけ潰しておいて、いやーこの後ろの人がなキノコ裏に何持ってるかだけど、キノコでも抜かされないからさすがに勝ちか。よーし、チェーンオッケーまあ割と3周目は振るか振らないかの勝負ではあったけども、ね、振らない時にしっかりとね、
勝てる道筋は作ってたからね。これはいい位置だわ。よーし。さあ、3レース目はエキサイトバイク。お、いいんじゃねこれ。結構1位としては嬉しいハイパイっていうか配置になってそうだな。で、エキサイトバイクって、走るごとに、よいしょ、地形がね、ランダムで変わっていくんですけども、今回は割と初動からコインが集まりやすい地形だから、割と嬉しい地形ではあるな。さあ、初動家が1人いそうなので、一応ダブル割れるようにしっかりとね、見ながら走っていきます。まあこれは割と乗らなくてもいいかなと。ただちょっとケツ食っちゃいそうだな、これ。ケツ食っちゃって危なそうなので、ちょっとラインは外しながら行きたさあるんだけど、おー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 、危ない、危ない、危ない、危なすぎる、危なすぎる、やんちゃすぎる、ちょっとプレイングが。周りのプレイヤーがやんちゃすぎるんだけど、まあ一旦ギリギリね、抜けきれたのでこのまま走っていきますか。後ろがね、キノコ持ってるけど、まあ多分オーストラリアでしょ。キノコ使うやろ。多分キノコ使ってくれるよね。そうだよね。まあ一応投げておきますか。赤コーラ飛んできたけど、さすがに防いでおきまして。さあ、防御は1位なさそうだから、悪くはないんだが、トゲゾウが飛んできた。さすがにブレーキ。さすがにブレーキ踏まないとまずそうで、しっかりと、待って、これラグで巻き込まれそうで怖いけど、危ねえ。ギリギリなんとかなった。さあ、これで、ちょっと2位とは離れたからいいかなと思ったけど、終わりだわ、その3だ。めっちゃ強い回避多いわ。この回避の多さどうなん、マジで。これどうしようかな。もう1位は木野さん回してるからさすがに追いつけないし、ファイヤー散らされてるから、とりあえずあれには与えたくないな。かといって、避けるのが難しいんだけど、しっかりと避けるけど、終わり？それは。それはちょっと無理。そこで、アイテム取らないように、取れるようにやるのちょっと難しいな、さすがに。まあでもどうしようかな。まあ5か、これは。無難に5を取れたらいいなって感じかな。さあ、パク、逆、マジで。マジで逆だわ。マジで逆なんだわ。まあまあ、でも耐えたか。うわ、ファイヤーボール投げられて、ダブル取られて、これだったらまあ、まあギリ耐えなんじゃねえのこれ。さあ、4レース目はマドリードグランデ。ここはもう初動出たもん勝ちだから、しっかりと前出ていきたさあるよ。さっきはさすがにね、サンダーとかの絡みがね、えぐかったからきつかったけども、まあ、ここならそんな変わんないからね。さあ、風も通りつつ、これは前出れるんじゃね？いやー、ちょっと出れなそうだな。ちょっと出れなそうなんで、とりあえずコインだけ回収するようなライン取りをして、なんとかね、上に張り付いていきます。まあ、とりあえず適当に削るか。削っていきたいんだけど、ちょっと削れなそうだから様子見ていきますか。ちょっとリスクミスってる。ちょっとリスクミスってるし、前でミドさん持ちがいるから、ワンチャンバックスナがありえそうなんで、ちょっとこれは投げずに置きますか。さあ、バラさん引いたからね、これちょっと早めに展開したいんだけど、これ周りの人に座れちゃってね、結局防御力がなくなりそうな雰囲気があるので、ちょっとファイヤーボールの人が暴れるのを待ってから抜かしたいんだけど、危ないな。ちょっと待って、終わった。いやー、あの人ね、ワンチャン固く動いてそう来そうな気がしたから、まあこれはね、常にラインを外すのは意識したんだけど、まあさすがにちょっと狭いからしゃあないとして、あ、待って、そこのクソ狭い道のブーメランはさすがに俺が積むから、キノコを早めに使って走っておきます。さあ、これどうしようかな。前がね、ミドさん分回してるんだけど、いや、これは早めに抜けた方がいいね。さすがに。よいしょ、さあ、スター使って、さあ、これは後ろとの距離を隔離していきたいので、しっかりファイヤーボール散らしていきます。まあ、ちょっとそこまで、3人はファイヤーボール当たらなかったけど、ちょっとタイミングだ、マジで。もうちょっと早く振ってくれたら、すごいアドで勝てたんだけどな。とりあえずね、追撃してくるスターに引かれたくないので、アウト走っておきます。さすがにダブル取りに行くべきだったか、アウトの。さあ、どうしようかな。ちょっと待って、誰のブーメランなんだ。いや、あいつか。ちょっと待って。これ、ちょっと難しいぞ。え、なんだなんか、投げてるけど。そら無理があるでしょ。さあ、さすがにちょっとブーメきつすぎて、ファイヤーボール。さすがにちょっと2位のブーメランにちょっかいはかけるほど、危なすぎ。しっかり見えてる。しっかり見えてます。まあ、投げたいのは山々やっけど、さすがに後ろがキノコ持ってるので、焼いておいて、まあ、耐えの3位かな。いやー、ちょっと噛み合わないんだよな、サンダーが。もう少しの噛み合いでもう余裕の1脚なんだけど、まあまあ、耐えての3位は偉いね、これ。
さあ5レース目はデイジークルーザー。これ悩ましいな。さすがに右か、割と左ルート好きなんだけど、まあ行った方が強いと思うからね。さすがにこれは左、右でいいと思うな。とりあえずコインだけ取っておいて、ここは風取ってうまいこと前出ていきたいが、さあシングル取って後ろは押されてるから、ちょっと待っているんだけどいるし、なんか前で赤コーラ割られてるんだけど、どういうことそれはとりあえずね、3位以降がそこそこ離れてるから、これはねお金取りに行ってもねギリ大丈夫だと思うし、1位にとね距離取っておくことで、はっ何してんの、え、ちょラグくないあいつ、ちょっとラグい待って、クッソラグいぞ1位のやつ怖すぎるとりあえず赤削っとくか、一応削っておきますか。あ、消されてるね。消されてる上にミスられてるのはちょっとそれいかがなもんかと思うんですけど、とりあえずラグ相手はしばいておいて損ないので、一旦ケツでしばいておきます。まあ、これで割と2位と離れたけど、赤コーラ通されたら今ちょっとやばいから、飛んでこないことをお祈りしたいところではある。さあしっかりとミニターボも貯めて、さあ悪くないんじゃない、ここでアイテム取れるなら、まあサンダーだね、あとはサンダートゲとか飛んでこなければ1位は、あーやばい、トゲゾ飛んできた、トゲゾ飛んできちゃったけど、これ経験できるかな、ギリできるかこれ、いやできてないの、いやーまたサンダー降って、しかもまた杖回避いるもうなんなん今日マジ、今日サンダーでしか負けてないんだけど、あ、これはお気毒ですね、これはお気毒で、後ろ3位以降とりあえず足止めできれば美味しいんだけど、なんか近づいてきてるな、しかもミドさん回されてる、散らしてくるなら勝ち目あるぞ、散らしてくるなら勝ち目ある、よし耐えた、よし耐えた耐えたけど1位取れないんだけど、さっきからちょっとサンダー無理なんだけどきついんやけどタイミングがさあ6レース目はシドニーサンシャイン、うーん、ちょっとそろそろサンダーに左右されない展開が欲しいとこではあるんですけど、よいしょ、さあ、まあ割と上位スタートだから前ガツガツ出ていきたいんだけど、金熱い、初手金普通に熱くて、さあここはねジャンプアクション出さない方が早いので、しっかりとね走っていきます。さあどうしようかな、後ろ若干離れてるから、これちょっと欲張りダブルいっちゃいますか。いや風取れたら結構花丸だったけど、まあ、これ抜かされないっしょ多分オーストラリアの人に抜かされなさそうなので、このまま走っても良さそうなんだが、赤コーラ持たれてるので、はぁもうなんでやねんさあきついな、うーそのバナさん吸ってたら人生終わってた、危ねえ、ラッキー、危ない危ない危ない、ちょっとチラさんといて、落ち着いていこう。さあどうしようかな、まあ金自体はあるから前突っ走っていくのはありっちゃありか。さあ、あー昨日4持って危なすぎ、赤コーラが俺には飛んでこない。まあ昨日4引いたんで、さすがにもうきついな、なんかめっちゃ被弾するんだけど、おーおー、あれ取るあれ取る、とりあえずリカバリーでキノコ入れるんだけど、コインは10枚あるから悪くはないが、後ろはキノコ使って危すぎ、危なすぎ、お前だったかブーメラン持ってたの、怖すぎ、おーおーおー、1位めっちゃ1位ボム引くんだけど、そしてえらい頻度で散らしてる、危なすぎる。さあキノコ使って、さあちょっとメイズを入れておきたさあるんだけど、さあトゲゾ飛んできた、さあジャンプ出してしっかりとリスク成功させて1位ミスってるよかったー、キノコ持ってて、ね、これでキノコ持ってなかったらもう大激怒もんだったけど、よいしょ、しっかりとかわしていきましてねえお前マジでやめろって、ここで赤コーラは本当にご勘弁いただきたい、本当にお願いします。あーちょっとミスってる、ちょっとミスってるけど、アイテム取れたら何でも OK。 さあ何引く、あーまあまあ OKOKOK、 バナナ引けるなら悪くない、あとはあーこれ無理だな、スルーか、危ねえ危ねえマジで助かった、救われましたさあしっかりと着地もしていきまして、赤コーラが飛んできてるけど、これ消せないか、消せないけど、赤2じゃなかったら多分勝てると思うんだけど、大丈夫そうだね、よーし1位 OK なんか1位だなこれも前がミスって周りが荒れまくってはいたけども、なんか1位よーし。さあ7レース目はワリオスのマウンテン、大丈夫これ、危ねえ、ただミスったと思ったけど何とか耐えた。さあここでもう逃げ切ってね、ええ感じに締めていければなと思います。さあコインもしっかりと回収してミニターボも出しまくっていきます。パッと見後ろに赤コーラ持ってる人いなそうだから悪くはないか、
持ってたわいやーきついなー、ちょっと書店抜けれたね、それもっときついんだけど惜しい。グーさん、こっからだな、こっから結構難しいなー。いやーマジ赤コーラ投げられるならコインもっと回収したかった感はあるけども、まあさすがにこれで行くのきついねー。4枚でしょこのコースねー。割と序盤にコイン集めておかないと後から打開するのが結構難しいんでね、まあかなり不利な状況ではあるのは間違いないが、しかしそこで落ち着いて立ち回ることでまあなんとかね食い、はぁ、もう不可避なんだけど何に当たった今、本当ちょっと痛すぎるな、さすがに。さあお金がマジで集まらない中、それでもう人が落としてるコインよ、もうなんでなん、もうもっと取る人おるやろ、弱え、マジで弱すぎるアイテムが。さあこれワンチャン最下位の人がサンダー引いてることにかけてちょっと早めにね、スターを入れておきます。ちょっとスターループしろ、いやーしないか、まあしなくてもまあなんとかまだ食い込めるかな、前の荒れ方次第って感じではあるけど。さあファイヤーがどっから散ってきてる、もう無理だわ回避不可能これはよいしょ、無理やりアシストつけてなんとかごまかしていきます。ちょっとやばすぎ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 、何が起きてる、マジで理解が追いつけないとりあえずまあキノコもいらない気はするけど、とりあえずこれで勝負しますか。で周りのアイテムが危ないと嫌なのでちょっとラインを外しておきつつ、うまいこと走っていきながらなんとか滑り込む俺よくこれで勝ってるわ、なんでこれで勝ってんの、もう意味がわかんないけど、もう俺の力なんだわさあ8レース目はバンコクラッシュ、そろそろよいしょ1位取って締めていきたさはあるんですけども、よいしょ、さあ前出れるかな。まあさっきはね赤コーラ引かれたから痛かったけど、お、いいんじゃないこれ、いいんじゃないこれ、前出れてるよ。さあここでまあ後ろの人がさすがに赤コーラ持ってきててるから突っ込むようなことはしないと思うんだけど、まあ一旦ね、お金も欲しいので赤コーラを後ろに散らしておきます。さあジャンプ出して、さあお金自体は相当集まってるからかなり有利ではありそうで、ワンチャンこれ2割で防御が引ける、熱すぎ、熱いねこれ。さあこのまま、まあ保持して逃げ切るのが一番丸そうではあるかな、お金も相当集まったのでだいぶ有利ではあるかな。さあウルトラミリターボまで貯め切っちゃって、ここは SMT をね無理やり貯めちゃいきます、貯めちゃいきますなんやそれさあこれ相当離れてるね、お金集まってるおかげだろうね、こんだけ2と3開いてるのは相当美味しいね。ここから負けるのなあ、どうかな、防御もね結構余力あるから、赤騎士とかもねバンコクラッシュ壁が多いので狙いやすいので、しっかりとそれ狙えばよしよしよし、とりあえず防御ね、あ2個消しておくんだよとりあえず挨拶代わりにしっかり2個消しておいて、さあトゲゾウが飛んできた、まあさすがにこれは、あー待って、軽減しようとしたバナナが看板に弾かれたんだがそれはちょっとね聞いてないんだけど、一旦赤コーラが飛んできそうな挙動じゃないな、ライン上に赤コーラ、赤コーラじゃない緑コーラぶち投げておいて、さああとはまあ無限赤コーラでも勝てるとは思うんだけど、一旦ボム兵置いておきますか、一旦ボム兵置いておいて通りにくくしておいて、まあ防御2つ引いたらさすがに負け筋ゼロだねこれは、よっしゃー、いけー、オッケーいいじゃん、ゴールしたちょうどのタイミングでね、サンダー打ってええ感じにしまったところでね、本日の動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。